それでは通算200勝達成宮平隆騎手にお話を伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。少し時間経ちましたがお気持ちいかがでしょうか。本当はこのコロナ禍でお客さんがだいぶ時間が経ってるのでいない間にそろっと誰にも気づかれないような形で達成したかったんですけど、まさかの今日こうしてお客さんが来てくれる日で、でしかも JBC の日 でしかも最後の開催の日でって言って、いやもうこれだったらもうやっぱレースの勝ち方もちょっと予定とは違った勝ち方だったんですけど、やっぱお客さんの応援とかやっぱ本当、まあ、厩舎関係者もみんな応援してくれてたので、応援って本当力だなっていうのをすごく感じたレースでしたね。まあ、ここまで、ね、お客さんが、ね、いらっしゃらない無観客の中でとレースが続いていた中で、今日もやはりお客さんが入ってという形で、はい、やっぱそれぐらいやっぱり乗っていて感覚は違いましたか。あの久々なプレッシャー、あのプレッシャー本当久々でしたね。なんかなんて言いますかね、でもこの気分になるときはだいたい勝ってるパターンがあったので、硬直し体は緊張してますけど、だからもしかしたらと思ったらゲートで遅れて本当に予定外だったのに直線でああいうことができたのもまた競馬の面白いところと思います。まあ、あの200勝ちょっと、ね、達成までやや時間はかかった感じはありますけれども、ご自身の中でやっぱりその200勝への気持ちというのはこれまでかなり強いものがあったんですかね。あの100勝目の時、荒尾競馬場時代は厩舎がいい厩舎だったんですね。で、あ、すいません、今の厩舎が悪いってわけじゃないんですけど、そのあの成績いい厩舎で、であの調教師も所属騎手にあのなんですかね、区切りが来たらこうすぐにこう勝てる馬パンパンって用意してくれるような厩舎だったんですよ。で僕自身としては本当は乗り役っていうのはこうじゃなくて、いろんな厩舎から任されてって言って、でも思ったんですけど、やっぱり騎手って人の力、人のあの自分一人の力でできるもんじゃなくて、今回だって黒川先生がもうしんみりとあのうちで勝てる馬用意できるよ、これが最後だよって言われたんですけど、本当こうやって人に力貸してもらえる、応援されるようにならないといけないんだなっていうのがすごく思いました。まあ荒尾時代のことも含めて考えるといろんな思いがある200勝ということになってきますね。はいはい、勉強になりました。ではですね、最後にご覧の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。応援してくださってる方、応援してくださってない方、競馬はこういった面白いことがあるので本当楽しんでください。ありがとうございました。はい、宮平隆騎手でした。おめでとうございました。